はい、どうもおはようございます。小麦のドレ元気です。本日は高知の瀬戸田に来ております。行くぜよ。はい、どうもお疲れ様でした。福袋はもうまたくなったみたいで、はい、あとね、あと少し終わりだと思うんですけども、はい、ちょっと自己紹介をお願いしてもいいですか。はい、この度、はい、6月の28日、はい、本日オープンしました高知瀬戸店の店長チーです。チーさん、ありがとうございます。今夜は、はい、どうぞ。あ、いえいえ、ホッとしております。ホッとしますか。販売して、はい、まずね、はい、いいスタートダッシュとしては、はい、はい、前職って何されてたんですか。元、はい、この会社で、コンビニの、うん、経営をしているので、コンビニで店長をしたりですとか、はい、接客業をしてたんですけど、はい、パン屋自体は本当に初めてで、なるほどなるほど、はい、とても楽しみながら、はい、パンをめでながら、うん、はい、お仕事をさせていただいて、あ、いい雰囲気でね、はい、あ、そうですそうですか、はい、どうですか、オープンやってみて。はい、もう目が回りそうで、でしたけど、その分やっぱりこう充実感、はい、達成感もしっかり味わいました。はい、はい、ね、今日めちゃくちゃ暑いですもんね。30度ぐらいありますよね。暑いです。梅雨も今日明けたみたいで、あ、今日、はい、あ、もう快晴でね。そうですね、まあ、ね、お客さん並んでるお客さんはとても暑かったと思うんですけど、まあまあね、特に事故もなく良かったですけど、そうです。これからね、なんかこうこういうことをしていきたいとか何かありますか。そうですね、やっぱりその新メニューの開発ですとか、はい、やっぱりそのご当地ならではの、はい、高知とか帽子パンとか割とこう、うん、有名なパンとかありますので、はい、ユーコンみたいな、ね、そうですそうです、はい、でそういうパンとか何かその、地元の方からまあ愛されるよう なんかそういうメニューを、作っていけたらなと、はい、はい、もう続けたらなと思っております。楽しみにしてます。はい、はい、じゃあ最後いい後で締めましょう。はい、行きましょう。 We are Dre。